パノプロサウルスはノドサウルス科の恐竜の属である。最後期のノドサウルス科の属の一つであり、白秋後期に現在の北アメリカに生息していた化石はカナダアルバータ州で発見された。最初の化石は1917年にチャールズ・モートラム、スタンバーグによりリトルサンドヒル・クリーク近くの第8発掘地で発見された。 パノプロサウルスのタイプ種パノプロサウルスミルスは1919 19年にローレンス・エムラムによって命名された。俗名はギリシャ語のパン、完璧とホップラン、走行から派生していて、種商名はラテン語で驚くべきという意味である。このホロタイプ CMN2759 はダイナソーパーク類層のカンパに暗中期7600万年前の地層から、 発見された。これは下顎を伴った完全な頭骨、頸椎、いくつかの背中の椎骨、いくつかのあばら骨により構成されている。個室の双甲輪もしくは皮骨の一部も保存されている。後により大きな標本が2つ発見され、こちらも頭骨を含んでいたほか、肩体や前足の情報も得られた。 ロム 1215&RTMP83.25 にパノプロサウルスは体長5.5から7.5メートル、2メートル前後の尾を持ち、体重は約3.5トンであった。アンキロサウルスかのように尾にコブを持っていなかったが、おそらく背中から尾まで覆うプレートが散りばめられた横桁を持っており、他のノドサウルス類と比べても重装甲であった。打円型で体の大きな装甲は首。 肩、前肢を覆っていた。これらの楕円形の装甲は、ひ、繰り返し襟、土出して曲がった両線を、外側の表面に持っていた。他のノドサウルス科のような特徴的な肩のトゲは、なかった。頭の上の装甲は、剣道に融合し、ヘルメットのような盾になっていたこれらのプレートは、ゴツゴツした表面を持っていた。骨質の方の鱗ろも存在した。 頭骨は短く後部が広い。ホロタイプ標本の頭部は、特に丸い他の二つの標本は、より長く平らで、おそらく年齢や性差を反映している。この動物は、比較的狭い分部を持ち、おそらく成長の低い食用植物の発根を促し、栄養価の高い食品を選ぶ植生だったことを示す。右甲骨が細く肩甲骨と融合していないにも、かかわらず、 獅子は特に重厚で、大きな筋肉が付着しており、この動物が生活において驚くほど機動的であったことを示し、おそらく現代の際のような防御的な突進ができただろう。手にはおそらく三本の指があるだけだった。骨盤には四つの短い線六骨を持つ潜椎がついていた。パノプロサウルスは、もともとはアンキロサウルス科とされたが、今日では、 同じ地層由来で禁煙なエドモントニアのように、ノドサウルス化のメンバーであると考えられている。ワルター・コームズは1971年に、エドモントニアの種をパノプロサウルに含まれるア族として、割り当てようとし、パネプラソリス・ロンジェセプス及びパネプラソリス・ルゴサイデンズにしようとさえしたが、長らく受け入れられていない。ありがとうございます。